Thank you so much for your time, taking time of your busy schedule to attend this company's PR presentation. Thank you so much for coming to our organization. I'm very happy to open the Kazakhstan School, which is Russian cooking then. So the first of all, we have to present our business team. Please look at the screen. Please communicate with the other and also have a great food, I think. As I said, deko sushi, it's kind of, not cake, it's kind of salad, but beautiful salad. What is this different from that? このコースはまずは禅と言いまして、精進料理のコースがまず一つあります。で、それが少し皆さんが慣れてきたら、今度禅のもうちょっとエクスパティーズということで、ちょっと豆腐作りを楽しんだり、味噌作りを楽しんだり、そういった麹の楽しんだりというような、ちょっとエクスパティーズのコースをやりたいなと思っているのと、あとは、精進料理がメインなんですけども、ちょっと日本のそういったこう家庭的な料理というのもご紹介していきたいなというふうに思っています。3年前の2月に来まして、とてもいい国だなと思って大好きになりました。人が優しい、こうやって海外で日本の食べ物を紹介するというのは、とても分かりやすいコミュニケーションだと思います。言葉が通じなくても食べておいしい、いやこれは苦手、そういうことが分かりますし、やっぱり食というのはその国の歴史と、そういう風土というのは風と土という意味ですけど、それが背景にありますので、それが違う国に行ってそういう日本のものを紹介するというと、皆さんいろんな文化カルチャーの違いで驚いたり、面白がったり、不思議がったり、そういう会話をするのがとても楽しいですね。